マリちゃん、何？あのね、今度ね、僕、教会で奉仕することになったんだよ。すごい。どんなお手伝いするの？それはまだわからないんだけど、うん、牧師先生が、うん、ペイ君、今度教会のお手伝いしないって言われたんだ。そうなんだ、うん、ペイ君が頑張ってる姿見たら、教会の人たちもみんな元気をもらうよね。そうだよね。僕、教会のこと大好きだし、イエス様のこと大好きだから、できることを一生懸命やっていくよ。そうだね、うん、それじゃあ今日も、しもべやの大冒険スタート。マリちゃん、何？今日はなんと、アメリカから質問が届いてるよ。すごいね。見てみよっか。僕の友達は英語でお祈りするんだけど、神様はどんな言葉のお祈りを聞いてくれるの？マリちゃんさ、僕とマリちゃんはさ、同じ言葉を話してるけど、うん、地球のみんなはどうなのかね？そうそう、地球にはね、いっぱい言葉があって、まだ全部で何個の言葉があるか分かってないんだよ。だいたい5000以上の言葉があるって言われてるんだ。 5000？ うん、それは多いね。そうだよね。さすがに神様わからないんじゃないの？っていうことは、僕たちのお祈りもひょっとしたら聞いてないんじゃないかな。ペイ君、ん？私たち人間を作ってくださったのは誰だっけ？神様だよね。そうだよね、うん、私たちを作ってくださった神様が私たちの言葉がわからないなんてことないよね。そうだよね。何でもわかってるもんね、神様は。そうだよ。神様は日本語も英語もフランス語もドイツ語も中国語も韓国語も全部の言葉を知っていてくださるんだよ。だからみんなのお祈りを聞いていてくれるんだ。あー、なんか安心したよ、マリちゃん。僕たちも安心して神様にお祈りすることができるね。そうだね。みんなもしようね。今日の質問は、僕のお友達は英語でお祈りするけど、神様はどんな言葉のお祈りも聞いてくれるの？だったね。この世界のすべてを作って、人間を作ってくださった神様が言葉も作ってくださったんだ。神様はどんな言葉のお祈りも聞いてくださるよ。解決。石ころと神様の助けで。イスラエルの最初の王様はサウルという人でした。サウル王は神様に従っていませんでした。そこで神様はサムエルに言われました。エッサイという人を見つけなさい。その息子の一人が新しい王様になるのです。エッサイはベツレヘムで見つかりました。サムエルはエッサイの7人の息子たちを見ました。みんなハンサムで強そうでした。しかし神様は言われました。この息子たちではない。私にとって大切なのは見た目よりも心の中だ。エッサイは一番下の息子を呼びに行かせました。ダビデというその息子は野原で羊の世話をしていました。ダビデを見たサムエルに神様は言われました。この子だ。そしてダビデには油が注がれて次の王様に選ばれたのです。しばらくしてイスラエル人はペリシテ人と戦いました。そこで
ゴリアテという大男の兵隊がイスラエル人に向かって自分と戦う者はいないのかと怒鳴りました。しかしイスラエル人はみんな怖がっていました。ダビデは戦っているお兄さんたちにお弁当を持ってきていました。ダビデはゴリアテの誘いを聞きましたが怖がることはありませんでした。神様の兵隊を悪く言うなんてひどいやつだ、僕が戦う、ダビデは言いました。サウル王は驚きながらもダビデに自分の鎧を着せようとしました。いりません、ダビデは言いました。神様は野の獣を殺す時にも助けてくださいました。ゴリアテからも助けてくださるでしょう。ダビデは石投げと5つの石を手にしました。俺は犬か。ゴリアテは大声で言いました。俺と戦うのにこんなマッチ棒みたいな子供を出してきたのか。お前は槍を持っている、ダビデは言いました。でも僕にはイスラエルの神様の助けがある。ダビデは石投げに石を入れて投げました。石はゴリアテのおでこに当たり、ゴリアテは倒れました。イスラエル人はペリシテ人を倒しました。神様の助けによりダビデはヒーローになったのでした。マリちゃん、うん、神様は背が高いことやかっこいいことより僕たちの心を大切にしてくれてるんだね。そうだね。私たちは見た目で判断しちゃうことがあるけど、神様は心の中を見てくださる方なんだね。そうだね。この前さ、僕日曜日に教会のお手伝い奉仕をするって言ったじゃない。そうだったね。まだ何をするかわからないんだけど、僕より他の人の方がうまかったりできたりするから僕なんて必要ないんじゃないかって今心配なんだよね。そっか。でもさ、神様はさ、できることよりもペイ君の心を見てくださるよね。そうだよね。神様は僕の心を見てくれてるんだよね。だから大好きな教会に喜んでお手伝いをしていくよ。そうだね。みんなも自分の見た目を気にしちゃうことってあるよね。でも神様は心の中を見てくださるお方だよ。神様に喜ばれる心でいたいよね。ペイ君、うん、今日の暗唱聖句はこれだよ。読んでみて。うん。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16-7。ありがとう。私たちは見た目を気にしちゃうけど、神様は心を見てくださる方だよね。それじゃあみんなで一緒に読んでみよう。せーの。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16:7。今週もこの御言葉をみんなで覚えていこうね。頑張ろう。マリちゃん、何？賛美の時間だよ。やった。早く呼ぼうよ、いっくー。じゃあ呼ぼっか。うん、せーの、いっくー。みんなで今日もイエス様の御声を聞こう。あなたの御声を聞かせて、あなたの思いを教えて、あなたの御声を聞かせて、あなたの思いを教えて。自分のアンテナを今天のチャンネルに合わせて、耳を傾ければほら声が聞こえてくるでしょう。自分のアンテナを今天のチャンネルに合わせて、耳を傾ければほら空よりも高くて、主
ご機嫌だね。うん、なんかさ嬉しくなっちゃったよ。どうしたの？神様はさ、うん、上手にできることより僕たちの心を大切にしてくれるってこと聞いたからだよ。そうだね、うん、僕下手なことがあってすぐ悲しくなるけど神様心見てくれてるから今週1週間も頑張れるよ。そうだね、一緒に神様を見上げていきたいね。みんなも今週1週間頑張ろうね。バイバイ。